ボンジョビ、ボンジョビ、ボンジョビは、アメリカ合衆国出身のロックバンド、全米を代表するハードロックグループの一つ。デビュー早々から成功を収め、特に、サードアルバム、スリペリー・ウェン・ウェットが1000万枚を超える大ヒットを飛ばして、以降、世界的な知名度を誇っている。2018年、ロックの殿堂入り、1984年デビュー。 1986年発表のサードアルバムスリペリー・ウェン・ウェットがビルボード200で8週連続1位を獲得。1988年発表のフォースアルバムニュージャージーもビルボード200で4週連続1位するほどセールスを記録し、シングルカットされた楽曲の多くがビルボードホット100で1位となり大規模なワールドツアーを観光し、当時の音楽ムーブメントも後押しし、 MTV やラジオ、メディアでのマーケティングにより一躍有名となったバンド。2004年にはアメリカンミュージックアワードから厚労賞を受賞されており、2006年には UK 音楽の殿堂入りをしている。2007年にはジェニファー・ネトルズとデュエットしたフーセス・ユーキャントン・ホームで第49回、グラミー賞最優秀、カントリー・オブ・ポピュラー・ミュージック。 NAPM 設立によるソグライターの伝道を医療している。世界各国で開催しているライブは2008年のロストハイウェイツアー、2010年のザ・サークルツアー、2013年のビコーズ・ウィーキャン・ザツアーがその年最も収益を上げたツアーに選ばれている。トータルセールスは1億に000000万000以上。 日本では1984年8月にロックフェスティバルスーパーロック84インジャパン出演のために初来日した。バンドにとって日本は縁が深い国であり、初のゴールドディスク獲得や単独公演を経験している。1989年にはアルバムニュージャージーが第3回日本ゴールドディスク大賞グランプリアルバムオブザイヤー洋楽部門となり、 グランプリアーティストオブザイー、洋楽部門も受賞した。2003年には日本国外のアーティストでは初となる5大ドームツアーを開催している。ボーカルでリーダーであるジョン・ボン・ジョビは両親の影響からレコーディングスタジオでアルバイトを始め、16歳から知り合いで同い年のデビット・ラッシュバウム、デビット・ライアンラバンドを結成し、レコーディングスタジオが使われない。 深夜の時間にレコーディングを行いデモを作成し、主に地元のニュージャージー州でライブ活動を行っていた。1983年になると、アレック・ジョン・サッチが参加。彼がティコ・トーレスを連れてきて、ライブ活動に参加した。その後、ジョン・ボンジョビ・アンド・ジワイルド、ワンズとしてのショーを見に超えた、リッチー・サンボラが、デーブ・セイボーに代わって、バンドに加入し、デビュー時のメンバーが揃った。 1984年、ファーストアルバム、ボンジョビ、放題、夜明けのランナウェイをリリース。この年、バンドは、スコーピオンズのサポートとして、北米ツアーに帯同、キッスのサポートとして、ヨーロッパツアーに帯同した。1985年、セカンドアルバム、7800度ファーレンハイトを発表。タイトルの7800度とは、いわ、ロックも溶けてしまう音度。 アルバムに収録されている東京ロードは日本のファンへ感謝の意を込めて作られた。なお、本作からデビットはラッシュバウムからブライアンに改名している。バンドはアルバム発表直後に来日し、バンド初の単独公演を日本で開催した。その後、ヨーロッパツアーを行い、イギリスのドニントンパークで開催されたロックフェスティバルモンスターズ・オブ・ロックに出演。その後、 ダットのサポートとして北米ツアーに帯同する。1986年、プロデューサーにブルース・フェアバーンを迎えて制作されたサードアルバムスリペリー・ウェン・ウェット、放題、ワイルド・イン・ザ・ストリーツを発表。その後、西ドイツ、当時のニュルンベルクで開催されたモンスターズ・オブ・ロックに出演38スペシャルのサポートアクトとして全米ツアーを観光。 このツアー中にアルバムがビルボード200で1位を獲得し、8週連続シングル禁じられた I, イ・ i v i n g on, A Player もビルボードホット100で1位となり、バンドは一躍有名になった。1987年は年始からワールドツアーを開始。8月にはニューヨークのマディソンスクエアガーデン3日間公演を行い、イギリスのドニントンパークで開催された。 モンスターズ・オブ・ロッにはヘッドライナーとして出演した。9月には日本公演を行った。10月のツアー終了までにアルバムスリペリー・ウェン・ウェットは全世界でおよそ1800万枚セールスしたとされている。1988年9月、ホースアルバムニュージャージーニュージャージーを発表。ビルボード200全英アルバムチャートで1位を獲得。シングル バッドメディシン、バッドメディシンと、アイ、ルビー・ゼア・ホーユー、アイルビー、ゼア・ホーユーもビルボードホット100で1位を獲得。8月には、モスクワで開催された、モスクワ・ミュージック・ピース・フェスティバルに、ヘッドラナーとして出演。オジー・オズボーン、モトリー・クルー、スコーピオンズ・スキット・ローラと共演した。9月には、ジョン・トリッチーが、MTV ビデオ・ミュージック・アワーズ受賞式で、リビオン、 A プレイヤーと Wanted, Dead or Alive をアコースティックアレンジでパフォーマンス。これに気にて MTV が MTV Unplugged を制作し放送が開始された。1990年2年に及ぶロングツアーが2月に終了。合計で300を超える公演を行った。連日のハードスケジュールでメンバーが消耗しきってしまい疲労と ストレスからメンバー間の口論やトラブも多くなり、メディアでは解散が噂させるようになる。8月にジョンは映画ヤングガン2にインスパイアされて制作したソロアルバムブレイズ・オブ・グローリー、ブレイズ・オブ・グローリーを発、ビルボード200で1位を獲得する。シングルブレイズ・オブ・グローリーもビルボードホット100で1位となった。12月、解散騒動の最中、 地元ニュージャージー州のカウントベーシーシアターでクリスマスチャリティーコンサートを開き、以後この時期のチャリティーコンサートは恒例となる。しかし、ボンジョビの本格的な活動再開にまでは至らなかった。9月にはリッチーがファーストソロアルバムストレンジアインディスタウンを発表する。そして同年秋にメンバーがバハマ諸島でバンドについて話し合いの場を設け、 数年間ツアーやアルバム制作を一旦中止し、全員で休養を取ることに合意し、そこから再度アルバム制作をすることを誓い合った。1992年、新しくマネージメント会社、BJM、ボンジョビマネージメントを設立。プロデューサーにボブロックを迎えて制作された、フィフスアルバム、キープザフェイスを発表。アメリカでは、 オルタナティブロックが全盛期であったが、ビルボード200最高位多いと検討し、全英アルバムチャートでは1位を獲得した。1993年のツアーでは、全2作で設定された公演数の約半分以下にし70回程度の公演数に抑えた。1994年10月、初のベストアルバム、クロスロードを発表した。これまでのヒット曲に加えて、 二曲の新曲、サンデイ・アイルビー・サタデーナイト・オールウェイズを収録。アルバムは、アメリカ版、日本版、インターナショナル版の3種類で発売され、アメリカ版には、リビオン、A プレイヤーをアコースティック調にリメイクした、プレイヤー94が、日本版には、東京ロードが、インターナショナル版には、インテーゼ・アームズが収録された。アルバムは、全英アルバムチャート位を獲得し、日本では、 初となるオリコンチャート1位を獲得しミリオンセラーとなった。新曲 Always はビルボードホット100最高位4位とヒットした。ところがクロスロード発売と同時期にアレックの脱退が発表される。理由はもっと自分の生活を楽しみたいというものであった。公認のベーシストにはメンバーの旧友であるヒューマクドナルドをサポートメンバーに迎えた。 1995年5月、福岡、西宮、兵庫県、東京で日本公演を開催し、チケット代の一部を同年に発生した阪神、淡路大震災の被災者義援金となって寄付した。6月にシックスアルバム、テーゼ・デイズを発表。全英アルバムチャート1位を獲得。ツアーは、ロンドンのウェンブリー・スタジアム3日間公演など、大規模なコンサートを開催した。 一方、メンバー個人の活動としてジョンは俳優業を本格的にスタートしており、9月には映画デビュー作、ムーンライトバレンチノが公開された。ヒコは絵画、彫刻アーティストとしてニューヨークなど数カ所で個展を開催した。7月のツアー終了はバンド活動を休止し、ソロ活動となった。年末にはジョンの初主演作、妻の恋人、 夫の愛人が公開された。1997年、ジョンは6月にアルバムディステンション Anywhere を発表。リッチーは12月にセカンドアルバム UNDISCOVERD SOUL を発表した。デビットは1994年発表の ON AFL MOON に続く、セカンドアルバム制作を進めていた矢先に指に大怪我を負ってしまい、およそ2年間治療とリハビリの生活を強いられることになった。 1999年、ジョンは映画アルマゲドンのサウンドトラックへ楽曲を提供。チャリティのためにローリングストーンズの i ッツオンディロックへのロールを多彩なアーティストが歌うレコーディングへ参加。その後、バンド活動再開。映画エド TV 主題歌にリアルライフを提供。デビッドは不参加。6月から本格的なレコーディングがスタートする。 2000年5月、およそ5年ぶりとなるセブンスアルバムクラッシュを発表。アルバムのプロデューサーにルーク・エビンを迎えた。アルバムは全英アルバムチャート1位を獲得。リードトラックのシングル It's My Life はボンジョビの新たなアンセムとしてヒットした。7月から開催されたワールドツアーは日本からスタートし、4大ドームツアーを行った。8月にはウェンブリー・スタジアムで 解体前最後のコンサートを開催した。5月には初のライブアルバム、ワンワイルドナイトライブ1985から2001を発表。7月には地元ニュージャージーのジャイアンツスタジアムでツアー最終公演を行った。9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が起こると、各チャリティ活動に参加した。2002年2月、 それとレイクシティオリンピック閉会式でパフォーマンス。9月には、ニューヨークのタイムズスクエアで開催されたイベント、NFL キコフライブフロムタイムズスクエアにヘッドライイとして出演。その後、エースアルバム、バウンスを発売。2001年に起きたアメリカ同時多発テロ事件の影響を受けたアルバムとなった。アルバム、バウンス発表当日の2002年9月11日。 ゼップ東京で行われた招待客のみのスペシャルライブを行う。これは日本のファンに小さな箱で必ずライブをすると約束していたからで、あえてアメリカ同時多発テロから1年のこの日に行われた。このライブはアルバムバウンスを予約すると応募券が付いており、その応募で当選した人のみのスペシャルライブだった。他に札幌、仙台、名古屋、大阪、 福岡にて衛星星中継された。ちなみにこの衛星星中継はアルバムバウンス予約者の中から抽選で各地300名が招待された。2003年第37回スーパーボールにてパフォーマンス。6月にはアイルランド共和国ダブリンで開催された第11回スペシャルオリンピックス夏季大会開会式に出席してパフォーマンス。ロンドンでは ハイドパーク公演を開催した。ワールドツアーは8月のジャイアンツスタジアム公演で終了した。10月にはこれまでの曲をアレンジしたアルバムセスレフトフィールズライトを発表。1月に行った横浜公演のライブ音源をボーナストラックに収録している。2004年デビュー20周年とトータルセールス1億枚突破を記念してデモ音源や 未発表音源を多数収録した4枚組、ボックスセット1億ボンジョビファンズカントビーロングを発表。リッチーやデビット、キコがメインボーカルとなっている曲も収録されている。2005年7月、世界同時に行われたチャリティーコンサートライブ8にフィラデルフィアから出演。9月にはプロデューサーにジョン・シャンクスを迎えて制作したナインスアルバム、 ハバニースデーを発表。アメリカでは、ジェニファー・ネトルズとデュエットして、カントリーミュージック調にアレンジした、フーセス・ユー・キャント・ゴー・ホームが、ロックアーティストとしては初めてビルボードの、HT カントリー・ソングスチャートで1位を獲得した。2007年、第49回グラミー賞において、フーセス・ユー・キャント・ゴー・ホーム、ボンジョビアンド、ジェニファー・ネトルズが、最優秀。 カントリーコラボレーション賞を受賞した。6月には、テンスアルバム、ロストハイウェイを発表し、ロンドンでは、大アリーナのコケラ落とし公演を行った。その後日本にて、神戸、東京でのスペシャルライブに参加した、ビルボード200でも、ニュージャージー以来19年ぶりに1位を獲得。10月には、地元ニュージャージーにオープンした、プリデンシャルセンターで10日間のコケラ落とし公演を、 川切にワールドツアーを開始。7月、地球温暖化防止活動のためのチャリティーコンサート、ライブ・アースにジャイアンツ・スタジアムから出演。ニューヨークのセントラル・パークでは、ニューヨーク州や MLB、多数の企業の協賛による大規模なフリーコンサートを開催した。ワールドツアーは7月末に終了し、ロストハイウェイツアーはビルボード市による2008年に開催されたべてのアーティスト中で、 最高の工業収益を上げたコンサートになった。4月から開催されたトライベッカー映画祭にロストハイウェイツアーの模様を追ったドキュメンタリー映画 When We Were Beautiful が出品された。10月にはデビットが音楽、作詞を手掛けたブロードウェイミュージカルメンフィス、メンフィスが上演開始となった。11月にはイレブンスアルバムザ・サークルを発表。 ビルボード200でも1位を獲得した。2010年2月からワールドツアー開始。5月にはジャイアンツスタジアムの老朽化に伴って新築されたニューメドーランズスタジアム、メットライフスタジアム公演を行った。6月には大アリーナで12日間公演を行った。なお、6月13日公演のみデビットは不参加となった第64回。 トニー賞受賞式出席のため、11月にはクロスロードからおよそ16年ぶりとなるベストアルバムグレイティストヒッツを発表。CD では2枚組となるグレイティストヒッツザウルティメートコレクションを発表。さらにアメリカ版、インターナショナル版、日本版で収録曲が異なる内容になっている。 ザサークルツアーはビルボード氏によるトップ25ツアーズオブ2010第1位となった。2011年東日本大震災の復興支援を目的としたチャリティーアルバムソングスフォージャパンに参加。4月にはリッチーがアルコール依存症治療のためツアー不参加となり代役としてフィルエックスが参加した。ツアーは7月末のポルトガルリスボン公演で終了した。 2012年9月、リッチーがサードソロアルバム、Aftermath of the o Down を発表。この時点で、ボンジョビのニューアルバムはほぼ完成していたが、バンドとしては2013年から活動を再開することになった。2013年1月、Because We Can を全世界に音楽配信。2月から Because We Can アーを開始。3月に 12th アルバム。 ホワットアバウトナウを発表。ビルボード200で1位を獲得した。ところが、リッチーが4月2日のカナダカルガリー公演から不参加となり、フィルエックスが大役として再び参加した。9月には、キコの入院により、南米ツアーが延期され、一部が中止となった。大役には、地元ニュージャージー出身のリッチスキャネラが参加していたが、10月8日の カリフォルニア州フレズノ公園から復帰した。このツアーは、ポールスター氏による2013年に開催された、すべてのアーティストの中で最高の興業収益を上げたコンサートになった。2014年、デビュー30周年。7月には、ニューヨークの名称となってから350年を記念して、街に縁のあるアーティストのライブを上映する、NY ライブの第4弾として、 ボンジョビ、インサイドアウトが日本国内の劇場で公開された。また、ボンジョビ初となるデラックスエディションシリーズとして、ホースアルバム、ニュージャージーのデラックスエディションを発売。アルバム制作当時、バンド側は2枚組でのアルバム発売を構想していたが、レコード会社の指示で1枚になったという。今回のデラックスエディションには、サンツオブビーチズ、 サンズ・オブ・ビーチズとして制作されていたデモ音源や未発表曲が収録されている。なお、リッチーについてジョンは、ショービズ411によるインタービューでもうやめたんだよ。リッチーはもういないんだ。でも、悪い感情は全然ないよ。バンドをやるのには何も就寝の義務じゃなくてもいいってことだよ。と述べているが、正式発表はない。2015年。 新曲と未発表曲で構成されたアルバムバーニングブリッジズを発表。2016年10月、リッチーなしでは初となる完全新作アルバム This House is not for sale を発表。このアルバム以降、長らくサポートメンバーを務めていたヒューとフィルを正式メンバーとして発表した。2017年12月には2018年度のロックの伝道に 電動入りが決まった。式典は2018年4月14日に行われた。ジョン、デビット、ティコ、ヒュート、元メンバーのリッチー、アレックの6人が電動入りし、プレゼンテーターはアメリカのラジオパーソナリティハードスターンが務めた。パフォーマンスでは、遊ーブラブ、エイバットネーム、リビオン、エイプレイヤー、イッツマイライフ、ウェンウィ r e Us の4曲をリッチー、 アレックと共にパフォーマンスした。またバンドの故郷であるニュージャージー州の知事であるフィルマーフィーは式典当日をボンジョビの日とした。日付は日本版発売日。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。